はい、今回新型ムービーに関する最新情報で、また追加情報が何点か入ってきて、グレード別の装備、スペック、価格一覧ですね、すべて判明したんで、順を追って紹介していきます。おとといの動画で一つのモデルに集約されるという話だったのが、標準仕様とエアロ仕様に置かれて、L と X が標準仕様で、G グレードと RS がエアロ仕様、RS がターボ車で、LX、G が自然吸気。正式発表が来月19日で、7月上旬に生産開始、納車が開始して、でスペック確定情報として、ボディサイズ全長 3m39.5、 車幅 1m47.5 の全高 1m65.5 で、ホイールベースが 2m46cm で、燃費の方も確定して、最新燃費の肉で NA22.6kg/L で、ターボが 27.5kg/L、 燃費差がそこまでなくて 1.1kg/L 差で、グレード別装備、標準の安い方の L グレードが14インチスチールホイール、 LED ヘッドライト、スマーシが全車標準装備になって、サイドカーテンエアバッグ、左右分割式ロングサイドシートが標準装備。だ、全グレード標準装備で、セープラス X が、標準の高い方の X グレード、プッシュスタートスイッチ、左側が電動式スライドドアになって、だからベースの L だと、両側手動式のスライドドアなんですね。スマートキーもついてなくて、で、エアロ仕様の安い方の G グレードが、14インチアルミ、電動パーキング、アダプティブドライビングビーム、TFT カラーマーチインフォーメーションディスプレイ。で、G グレードと RS はエアロ仕様なんでエアロパーツがついて、で、メイクオプションでクルコンですね。つけて、で、エアロ仕様の上級の最上級の RS が15インチアルミ、手照時機能付きのアダプティブクルーズコントロール、で、右側もパワースライドドアになって、スポーティーサスペンション。だから RS が両側パワースライドドアで、他のグレードはメイクオプション設定で、で、メイクオプション設定で、ブラインドスポットモニターですね。68,772 円付けられて、10インチのディーラーオプションのナビが、前後ドアエコセット40万。で、段差のあった鉱石のフロア、足元空間が広くなって、中央部分ですね、段差があったのがフラットになるみたいで、で、価格一覧で標準仕様、ベースの L が肉129万2500円4駆、141万9000で、肉と4駆の価格差が12万6500円。標準の上級の X が肉141万9000。で、4駆154万5500円で、L と X の価格差が12万6500円。だから、肉と4駆との価格差と一緒なんですね。エアロ仕様が、安い方の G が肉163万3500円、4駆176万で、エアロ仕様も肉と4駆との価格差が12万6500円で、最上級の RS、肉180万9500円、四駆193万6000円で、G と RS との価格差が17万6000差。で、標準とエアロとの価格差はこんな感じですね。X と G との価格差が21万4500円、まあ価格帯で言えば129万2500円から193万6000円で、結構価格アップしてますね。まあスマーシとか装備類とかの関係で十数万価格アップしていて、はい、今回新型ムーブに関する最新情報、追加情報として、スペック、グレード構成、
グレード別装備、全グレードの価格について紹介しました。